みんな準備大丈夫？もう入っていい？来た来た来た。え？なにこれ？みんなこんな集まってくれたの？え？ちょっと待ってよ。せーの、夏子おかえりなさい。え？ちょっとびっくりした。クラッカー？わざわざ用意してくれたのみんな。みんなでアマゾンで大量購入したんだよな。大量にってそんな。この先5年分は買ったな。そんなみんな誕生日とか迎えないでしょ。夏子おかえり。ちょっとみんな普通にしてって言ったじゃん。純ちゃんも変なメガネかけてる。これおしゃれだろ。なにこれ。これあれじゃん、ゾゾのパーソナルカラー診断するメガネじゃん。何のナリソナル何もういいよ、これとにかくパーティーグッズじゃないからね。そうなの。うん。いやー、夏子元気そうでよかった。うん、ありがとね、本当に。みん、あ、夏子、おしぼりとかいる？いらないよ。ケンジ、おしぼり持ってきて。いらないよ。夏子、なんかお茶飲む？お酒飲む？あ、うん、いらないならまだ。夏子、あのカルディでさ、あ、カルディで買ったあのスコブル甘いやつ、夏子に。何？ね、あのスコブル甘いやつ。スコブル甘いなんだ。あ、おしぼり、大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。うん、ありがとう、置いといて。なんか、パーティーみたいだね。いや、夏子がさ、本当に今、大人気で、もう、みんなもう、そわそわしてるよ。でも、私は中身は夏子のまんまだからね。もう、田村のさ、じいちゃんなんてさ、昨日からゼロ次会だって言って、うん、昨日酒飲んで今、爆睡してるよ。バカだね、本当に。変わらずバカだよ、本当に。でも、本当にそんなんじゃないから、たまたま東京でスカウトされて、まあアイドルのグループ入れたっていうだけだから。いやー、すごいよな。だってソロでも歌歌ったりしてるもんな。M ステ見てくれたの、ありがとう。しかもドラマも出てるだろ。まあでも下手くそって言われちゃうけどね。いやいや、あと映画も出てたし、最近 CM 出てるよな。あー、あのリップクリームの、あれコスメのやつさ。うちのお母さんがさ、あれいっぱい買ってさ、あの近所に配ろうって言って、でももうみんな持ってるからよ。うちで大量に在庫抱えてるよ。え、言ってくれたらみんな送ったのに。そんなめっそうもございませんよ。みんな変わってないね。なんか懐かしいな。いや、夏子はもうすっかり東京の人間だな。そう、東京って言ってもそんな大して変わらないよ。事務所に結構監視されてるからさ、家でじっとしてることぐらいしかできないし。彼氏？彼氏？そうだね。まあ何もなかったわけではないけど。おい、あのカルディの甘いやつ。あ、違うよ。あれは本当取られただけで、もう食事会に行ってそれで終わりだよ。ね。なんか雑誌で見ると変なことしてるのかなって思っちゃうよね。でも全然、夏子は夏子のまんま。ん？なんで純ちゃんなの？おやめろお前の。ごめんな、なんかもうこんなくだらないことばっかやろ。もういや、私も純ちゃんのことかっこいいなって思うから。な、夏子はそんなやめ、そんな冗談やめろよ夏子。ああ、夏子、髪バッサリ切ったんだな。ああ、そうなんだよね。本当は長い方が好きなんだけどね。あ、もう伸ばさないの？ああ、ドラマのつながりとかあるから。つながり？うん、ほら、急に伸びたり短くなったりするとさ、役が、ね。ほら、影響受け。芸能人だな。いや、違う！でもやめてよ。ケンジ、つながりないの？ないでしょ。ねえ。ケンジも繋がっといた方がいいんじゃないの？農家のケンジに繋がれるわけないじゃん。ケンジだって繋がっといた方がいいよ。ね、ずっと坊主なんだからさ。すごいな、夏子は。恥ずかしい、なんか。みんな、ねえ、普通にしてってさ、連絡したじゃん。なんでこれ、いいよいいよ、お魚。みんな食べな。あ、じゃあ一緒に食べよ。後でね。夏子は、これからはどういうお仕事するの？もっと、ハリウッドとか行ったりするの？え、そうだね。うん、お芝居も好きだし、そう、写真集も今度出るよ。写真集、みんな一人10冊は買おうな。みんな、私が芸能人になって嬉しい？そう、嬉しいに決まってるよな。うん。そっか。夏子？あ、
ああ、ちょっと疲れちゃっててさ、仕事辞めたいなーなんて思ってたから、もうちょっと頑張った方がいい？あ、そうだよね。せっかくチャンスもらったしね。うん、みんなにそんな顔されたらさ、もっと頑張らなきゃなって思うよ。俺は夏子の好きにしたらいいと思うよ。え？なんでみんなそんながっかりした顔してんだよ。夏子の好きなように決めたらいいだろ。でも、みんなの言う通り、私が芸能人になりたいって思ったのにさ、チャンス掴んだ途端に疲れたからやめるって。俺はもともと夏子と東京は会ってなかったと思うよ。夏子が東京に会わないんじゃなくて、東京が夏子に会わないんだよ。合わせられない東京が悪いよ。東京は東京で楽しいよ。いや、夏子は夏子だろ。夏子の好きなように生きたらいいんだよ。なんでみんな泣くの？本当は寂しかったの？こっちに帰ってくることは考えてなかったんだけど。夏子が帰ってきたら嬉しいよな、みんな。こっちに来ても仕事もないしね。いや、そう、うちで仕事なんて、夏子そんな。え？まあ、野菜売るのも楽しいかもしれないけどね。夏子が良かったら、うちは全然いいよ。でもね、あともうちょっとだけお仕事頑張って、それで事務所ともちゃんとお話ししてからだね。だからもうちょっと先かな。夏子は偉いな。だってここのみんなが応援してくれたから今の私があるけど、今は全国に顔の見えないところで応援してくれてるみんながいるから、その人たちにも向き合わなきゃいけないなって思うから、どっちが上とかどっちが下とかないからさ、応援してくれてるみんなにちゃんとありがとうって言って、お互い納得して辞めたいの。マツコは立派だな。でももし疲れたらいつでも帰ってきていいし、夏子が東京嫌だったら俺が東京倒しに行くから。ゴジラみたいなこと？東京踏み潰すってこと？夏子面白くなってるな、本当に。なんでみんな変なこと言うの。ありがとう。じゃあ食べよっか。うん、いただきます。すこぶる甘いやつ早く持ってきてよ。それ何なの？ケーキなの？